はい、うん、今日はバーベキューしまーす。イエーイ。おー、すごい、こういうやり方があるね。赤なってきた。こんな感じ。セセリ。美味しそう。左が座布団で、これがミスジやっけ。そう、これはミスジ。これがトントロ。これトントロ。これが、タン。タン。これはサガリ。サガリ。ん？サガリって鳥ちゃん。これサガリやろ。これサガリ。こっちは？これはね、ハラミの前のあれ何やった？サガリ。うん、サガリやな、これもサガリ、うん、サガリ、うん、これがこれはシマチョウ、シマチョウ、うん、これもこれもサガリ、これネック、ネック、うん、セミの片付けです。七輪に移し替えました。あっつ。はい、皆さんこんにちは。スイコカワ太郎のゴム手です。はい、今日はこれから、2022年度の環境測定っていうことで、これはあの奈良コープが主催しているものなんですけれども、大気の調査ですね。こういったものを使って大気の調査をするらしいんですね。で、これを一箇所に貼って、それそれを24時間置いて、送り返すことで、24時間置いて送り返すことで、大気の中にどういったものが含まれているかということが分析されるそうです。はい、では今から、針に行ってこようと思います。ただいまドンズル号の駐車場に来ています。はい、駐車場のトイレに、大気検査の試薬を仕掛けようと思います。なんか人に見られてるみたいで、近くに車が止まってて、ちょっと嫌な感じです。はい、ここから少し外部入力です。この時やったことをちょっとお話ししようと思います。トイレに、大気観測の、カプセルを仕掛けに行ったんですけれども、トイレの中には誰もいてませんでした。隣の男子トイレの方もおそらく誰もいてなかったと思います。前を通った時にカチッと音が鳴って電灯がつきました。人感センサーが反応しました。ところがですね、資材を片付けて外に出ようとした瞬間ですね、誰もいてなかったはずの男子トイレの方からジャッて水流す音と鼻歌を歌う声が聞こえてきたんですね。と思って、もうすぐ外に出れる状態だったので一歩外出たんですね。で、男子トイレの方の出口見てたんですけれども、当然誰も出てこないです。と思って車に戻るためにその前通りかかったんですけれども、まじまじとは見ないです。ちらっと横目でですけれども男子トイレの方見たんですけれども、誰の姿もありませんでした。当然駐車場には他の車止まっていませんし、バイクも止まっていません。人も誰もいてませんでした。この日は車の中で録音している時の音声聞いていただいても分かると思うんですけれども、もうすぐ首の後ろ真横から誰かが覗き込んでいるような視線を感じて、ドキッとして後ろを何度か振り返るようなことをしてるんですね。もうなんか最初から何か気配感じていました。おかしかったです。はい、よく来る場所なので、
もうそんなことがあったのは、もうこれが初めてのことでした。すごくね、もう本当に怖かったんで、ね、お友達に何回もメールを送って、ね、一人じゃないっていうのをこう自分に言い聞かせながら行動したような次第です。で、すぐ横、国道にはもうビュンビュン車が通ってるんですね。で、かなり渋滞してまして、車が何台も何台も列を作って並んでるような状態でした。だから全く一人ぼっちっていうわけでもなかったし、夕方とはいえ外はまだ十分明るかったので、そんな暗くて怖いっていうような状態でもなかったです。でもなんかこの日は変な感じがしました。ちょっとなんか怪談めいた話になりましたけれども、まあ、そんなことがあったというご報告です。こういう状態です。カメラ2台持ちなので大変ですが、ちょっと行ってみようかなと思います。無理、見られてます。無理そうです。はい、では24時間経ちましたので、大気の汚染を観測するキットを回収しに参ります。だったかと思った。はい、ではこれ回収して持って帰ります。はい、無事回収できてよかったです。やっと雨が降りましたので酸性雨の検査ができます。はい、今パックテスト、パックに水を吸い込んでみたのですが、どうでしょうか。6.2がそれよりも上の値かなと思います。ということは酸性ではないということですよね。はい、こういう結果が出ました。まだ今1分2分経ってないところですが、もうすでに20ぐらいまで来ました。今なりました。はい、標準色20です。